レジで買い物をするときの本当に簡単な会話。ちょっとこの会話ができると買い物そのものが楽しくなります。Guten Tag! Grüß Gott! Hallo zusammen! あつこです。今日はドイツで買い物をするときにお客さんと店員さんが交わすドイツ独特の会話についてご紹介したいと思います。日本でお買い物をするときにはもっぱら店員さんがお客さんに声をかけることが多いと思いますが、ドイツの場合には店員さんとお客さん双方向に会話をすることが多いんですね。今日はレジで買い物をするときの本当に簡単な会話、これができるだけでドイツに滞在中の留学生の方も駐在の方も、そしてドイツで旅する人も買い物皆さんすると思いますので、覚えておくと便利だと思います。今回はレジでの買い物についてご紹介したいと思いますが、3ステップあります。1、挨拶。2、会計そのもの。そして3、最後の挨拶になります。ステップごとにご紹介していきたいと思います。まずステップ1、挨拶。レジに向かうと店員さんからはハローと声をかけられますので、ぜひハローと言葉を返しましょう。通常日本ですといらっしゃいませという声掛けになると思うので、お客さんから店員さんに声をかけることってあまりないと思いますが、ドイツの場合にはハローと言われたら気持ちよくハローと返すと楽しくレジの買い物ができるようになります。最初もしかしたらちょっと勇気がいるかもしれませんが、ぜひチャレンジしてみてください。急に緊張が解けて買い物そのものが楽しくなります。そしてステップ2、実際の会計です。例えば店員さんから15 euro bitte bar oder mit karte というふうに聞かれます。これは15ユーロです、現金かカードがどちらがいいですかというふうに聞かれます。そしたら現金がいい場合にはバービット、カードがいい場合にはミッカートビットというふうに答えましょう。ここでワンポイント、大事なのは現金の場合もカードの場合も最後にビッテをつけることです。バービット、ミッカートビット、日本ではあまり習慣がないと思いますが、ビッテの一言をつけるだけで店員さんに対してとっても感じが良くなります。ぜひ試してみてください。そしてステップ3、最後の挨拶になります。レジでの会計が終わると店員さんが Schönen Tag noch、 良い一日をとか Schönen Abend noch、 良い夜を過ごしてくださいとか Schönes Wochenende、 週末にかけては良い週末をというふうに声をかけてくれます。その場合の返答の仕方としては Danke Ihnen auch とかDanke gleichfalls というふうに答えてみましょう。これは良い一日をと声をかけられたら、あなたもねとか同じくねというふうに声をかける、こういった会話になります。このようにドイツでは店員さんとお客さんが双方向に会話をすることで楽しい会話で買い物をするというような習慣があります。皆さんぜひこの簡単な会話になりますが3ステップ、この会話習得しておくととっても便利ですので試してみてください。そしてさらにワンポイント、たまにですが店員さんが最後の挨拶の時に Schönen Tag noch とか声をかけ忘れたりすることもあります。その時にはぜひ自分から Schönen Tag noch とか自ら声をかけてみましょう。そうすると必ず店員さんの方から言葉が返ってきます。店員さんから必ずするものではなくて、お客さんからもするという習慣がドイツにはありますので、ぜひチャレンジしてみてください。買い物そのものが楽しくなると思います。留学生の方も駐在の方々も、そして旅をしている方々も買い物必ずすると思います。買い物の時にちょっとこの会話ができるとドイツに入り込んだような気持ちになりますので、ぜひ試してみてください。それではフィッシュパース、チュース。それでは本日ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただける方ありがとうございます。皆さんハッピーな一日をお過ごしください。 Schönen Tag! Tschüss!